リッキー、タロットリッキーです。この世に起こりる事象事案をスピリチュアルな観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は2023年3月11日土曜日でございます。もう 3.11、地震よりね、東北大震災より、12年が経ちました。私はですね、当時東京の西新宿のホテルで働いてまして、そこで体験したんですけれども、もう去年はしっかり覚えてたんですよ。ああ今日 3.11 だなーって、あの日からもう11年経ったんだなーって覚えてたんですよ。だけどね、今年はね、もう忘れてました。うちで仕事やってたんだけど、まあ、2時46分に、まあ、広報がかかりまして、何かなと思って、私が今いる地域でそんな広報なんかなることないから、あれなんだと思って、まあ、高化学スモッグでも発生したのかななんて思ってたんだけど、そうしたら今日は 3.11 よりもう12年目で黙祷しましょう。でそれを聞いた時にハッと思って、ああそうだと思ってさ、まあ、私はね、まあ、東京で被災したから、まあ、大したことは、まあ、大したことないってことは、まあ、決してなかったんだけど、東京でもね、違うのは、普通の民家で被災した人は比較的、まあ、いつもよりちょっと強かったね、長かったねっていう感じなのよ。ただ高層ビルで被災した人たちは結構ね、トラウマになってると思います。私は、まあ、西新宿のホテルで被災したんだけれども、まあ結構すごかった、ですね。びっくりしました。で今、まあ中部地区で暮らしてて、まあいつかね、南海トラフ来るって言われてるんだけれども、私は今度南海トラフ来た時は、それがね、いかなる状況であっても、最悪死んでしまうかもしれないけれども、絶対にパニクらないぞと思ってたんですよ。うん、今も思ってる。ちょっとした何かこう、白鯨のエーハブ船長のような心境かもしれない。同じ鉄はもう二度と踏まんぞ、そんなようなね。ただね、12年目にして今日が 3.11 あの日であるってことを忘れてるようでは、多分南海トラフ来た時またパニクります。また泡食うと思いますね。今日はね、ちょっとなんか、うわ、忘れてたことをまず恥じたと同時に、まあその黙祷って言われた時に、もうやっぱちょっと気持ちすぐ切り替えて、まあ、黙祷したんだけれども、やっぱりなんか何とも言えない気持ちになるね。すごく背筋は伸びるんだけど、1万5900人の方の命が奪われて、そして未だに行方不明の方が2523人おられるそうですね。東北大震災から12年目の今日、黙祷、私はね、黙祷即座にして気持ちを切り替えてして、やっぱりなんかこうね、複雑ではあるけど、なんかこう背筋が伸びる思いがしたけど、その今日という日がこう日本にもたらしたね、12年目のこうエネジーみたいなもの、波紋みたいなものを見てみたいと思います。まあ、過去に消えてしまった、思い出みたいなもの、しかし消えきらない種火のようにね、その熱、ノスタルジーとは違うけど、その原動力、過去からの強い力が来てる。ただ
私たち、まあ、人類に制御できるレベルのねパワーではないと、まあ、地球がこうもたらしているパワー、地球の活動、我々は地球に、まあ、我々、まあ、ある意味、まあ、人間もね地球の一部だから、その地球が起こしているそのパワーエネルギーをコントロールすることできない。でこれはひょっとしたらあまり偏りたくはないけれども、ただ非常にテクニカルな感じがするんですね。とかく地震が頻発してますでしょ。だからいわゆる、まあ、このキーワードは、まあ、あまり今は言いたくないけど、いわゆるね、まあ、こう戦略としてのこう災害、引き起こされる災害にも気をつけろっていうような、そんなカードな気がしますね。惑わされるなよっていうね、だけどっていうカードかなと。あの 3.11 があってから日本のメディアシーンに、とんでもない変化がもたらされた。もうこれは東京に住んでた時に私はすごく感じて、東京に住んでた人はすごく感じたと思う。ただ東北の人はもうそれどころじゃなかったと思うけど、メディアどうのこうのとかいう状態ではなかったと思うんだけど、だ東京に いて、まあ、東京電力の問題があったでしょ。で実際計画停電になっちゃって、まあ、東京での生活がもう麻痺しちゃったんだよね。この時にやっぱ日本のメディアの、まあ、嘘がね、もう本当ひっくり返るように暴かれちゃった。これもこの出来事もすごく大きかったんだよね、すごく。で計画停電でその自粛を促されたのが、まあ、芸能界だったんだけれども、単純にその不必要なものだからカットされてしまうっていうのもあったんだけど、同時にこうメディアに対する不信みたいなのもすごく露呈したんだよね、この時。なんかその時上がった、なんかのろしみたいなものが、なんか今もうジャッジメント、なんか、揮発してしまうのかなっていう感じはするよね。まあ、ちょうどだからあの頃ナショナリズムがね、新たなこう、こう右傾のねエネルギーみたいなのも出てきたわけなんだけど、でメディアは当然のように左傾でしょ。ね、もともとアメリカ主導でやってることだから、だからそれもなんかもう今ご破産って感じだよね。一旦最後にこのナイト・オブ・ペンタクルが逆できてんだけど、まあ膠着とか、まあ好機を逃すとか、まあそういう重いイメージだよね。このジャッジメントをなんか、なんか逃すというような、なんかそんなエネルギーを感じるね。なんかあまり冴えないカードが出たかなという感じがします。ちょっと洗うか。やっぱなんかあの時何かが変わった、日本の何かが変わって動き始めたんだけれども、まあ10年一昔、まあ我々大人からするとあっという間だけどね、子供の時で考えるともう10年なんて信じられないぐらい昔の話でさ、なんか結局なんか変わらずに、なんか元のさやに戻りつつあるのかなっていう気はするよね。私は少なくとも本当今年はもう忘れちゃってたと、本当に大反省で、まあ、ハッとさせられたんだけどね。もう黙祷の時間にもうまた気づかずに黙祷の時間まで来てしまった。なんとなくなんか、なんか結構やっぱ12年目、だから逆に去年はさ覚えてたんだよ、朝起きた時から、ああもう11年だなって。もうあれから11年経ってなんかあの仕事もなくなっちゃってさ、当時付き合ってた彼女とも自然消滅しちゃって、あのあいつ何やってたろうかなって、まあ何やってるかなって言ったって、それは頑張って生活してるわけだろうけれども、
そんなことはね、なんか去年はだけど覚えてたね。確かなんか電車でホームにいた時に、まあ、黙祷の時間が来て、みたいな感じでさ、だから今年やっぱなんか忘れてたんだよな。なんか逆にだからすごく響いたよ。なんかお前忘れんなよみたいな、忘れてんじゃねえよみたいな、南海トラフだってあるからなって、なんかしっかりしろよってなんか言われてるような、そんな気がしたね。ただだけど、まあこれは自分個人的なんだけど、だけど結構そろそろ忘れ始めてる人も多いんじゃないかな、そんな気もするんだよね。まあ10年一昔でもう12年だからね。いまだにだけどさ、あのスマホに入ってくるブブ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 ってあるじゃん、あの音聞くとね、もうさすがにちょっと鳥肌は立たんかもしれんけど、なんかザワザワザワってくるよ。もう当時散々聞いたからね、余震が止まらずに。であれテレビとかだとカウントダウンするんだよね。あと10秒で到達します、10、9、8、7、6って。で本当に来るのよ、本当にその通り来るの、ガーって。なんかこう、何このバーチャルとリアルのこう境界線がなくなるみたいなさ、そんな次元ではしゃいでる場合じゃないんだけど、そうそうそう、それもあったよ。ホテルがもうむちゃむちゃになっちゃったからさ、2週間ぐらいそのホテルのさ部屋の立て直しに行ってたんだよ。もう家具とかも全部むちゃむちゃだし、壁もひび入ってるし、だから本当なんか俺こんなことやってていいのかなってマジで思いながら、まあ、出勤してたけど、もうとにかく高層ビル揺れるのよ、本当にもうやめてくれっていうぐらい揺れるから。でどうだろうね、結構半分以上の人たちがもう出勤しなくなっちゃったしね、背に腹は変えられんってことで、もうこんな時に出勤してる場合じゃない、危なすぎる。で行く原発の問題が出てきて、そのお客、東京のホテルなんでお客さんほとんど外国人なんだよ。退避命令が出たでしょ、日本からの。だからすっからかんになっちゃったのね。稼働率がね限りなくゼロだよ。アパートで使ってる人が2名ぐらい残ってただけで、もうあとすっからかん。もうこんなことは後にも先にもないけど、そうそう、出勤してそれなんか部屋の片付けやってたんだけど、で内心思ってた、俺本当これ今やってていいのかなって。もうマジでこれ本当疎開しなきゃいけないレベルじゃないかって、あの原発の方の問題で。作業中にテレビつけっぱなしでテレビ見ながら仕事するんだけど、なぜかっていうと計画停電が入ってるから電車が止まっちゃうのね。だから今日は午前中もしくはその3時までどこまでだったら電車が動きますよっていうのがずっとテロップで流れてるのよ。でそれをチェックしながら今日何時にこう帰らなきゃいかんっていうのを見ながら作業してんだけど、そのテロップのバックにはその原発の映像が流れてんだね、ライブで。原発大丈夫かっていうので、それ見ながら作業した時にその原発がボーンって吹っ飛んだんで、それ見た時にまあぶっちゃけね、終わったって思ったねマジで。まあ実際不幸中の幸いで水蒸気爆発だったでしょ、それでよかったんだけど、あれ爆発バーンってした時さ、もうマジで終わったと思ったね、東京俺はなんてバカなことをやってんだろうって、こんなことやってる場合じゃねえのに俺何やってんだって思って。実際不幸中の幸いで水蒸気爆発だったんだけどさ、だ結構考えさせられたよ。意外にだけど、まあ、非常事態でもう全く壊れてしまった日常の中にいるんだけど、もうバカみたいになんか普段と同じようなこうルーティンで動いてる自分がいるというか、うん、ただまあ言えることはさ、我々普段のさ常識とかさ価値観なんて一瞬で翻るから、本当に嘘みたいに、これはもう言えてるね、本当。これ理屈じゃなくても体感としてそう思うね。そうだけどね、やっぱもう忘れ始めてんだよな。うん、そうだと思う、この感じ。
ちょっと忘れずに気を引き締めていきたいと思います。もう今もね、大地震は頻発しています。明日は我が身、しっかり、もうどうしようもないんだけどね。だけどね、私がその高層ビルで被災した時のさ感覚だけど、なんかね、巨大なコンクリートの建造物にただへばりついているバッタのような気分だったよ。なんかすごい変な例えかもしれないけど、なんかほんとそんな気がしてた。すごい揺れ幅の中で、もう何にもできないってことはないよ。ただできること限りなく少ないよ。もうどうにもならんつうか、ほんとなんかね、そんなバッタの気分だった。なんかすごい変な表現だけど、自分はそんな風に感じてたね、その中で。また当時結構自分のさ才能とかのぼさがってた時期だったから、本当思い知ったっていうのもあるんだけど、もうひりぎさにね、自分の。さて、ちなみにですね、今日3月11日は桃初めて咲く、桃初めて笑うと書いてね、咲くと。いいですね、笑顔、笑うと書いて咲くと、そういう日でもあります。まあ桃は長寿、そして魔除けの力を持っております。今回もご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、いつもありがとうございます。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。